はいそれではあ時間になりましたので始めたいと思います今日は、えー、同志社大学の内藤正則先生にお越し,しいただきました、えー、先生はあのまあ偶然というか、えー、今週初めまで、えー、トルコに滞在されておられたので、もう直近のいろ、えー、んな状況について、えー、まあ動画も含めて <laughs> <laughs> ということで、えー、最新状況を今日リポートしていただくということですお願いします。 ごご紹介に預かりまました同社大学の内藤でございますあの前にも一度ここでお話をさせていただいたことあるんですけどその時は一橋大学におりましてあの少しこう忙しいのから離れて静かな京都に行ったつもりだったんですが全然静かにはなりませんで。 で中東情勢全般にです、ね、今、非常に動きの激しいところで、まあ、その中では唯一安定をしているというふうに見られていたトルコが20日以上にわたって、まあ、騒乱状態になるという事態になっておりますでその発端となりましたのはイスタンブールの中心にございますあの中心というのは新市街の方の中心にありますタクシム広場 といいう広場ががございますがそのすぐ隣にあります公園その名前を下地公園というんですが下地というのはあの散歩するというような意味でございまして単に、まあ、お散歩公園程度の意味でございますでその公園の再開発問題が彫ったんですでその再開発プロジェクトをあのイスタンブール市が作ったものがあるんでちょっとそれを。 見てこれ、でイスタンブル市が作った開発プロジェクトの映像なんですね。今、真ん中辺に緑が見えていると思いますが、そこです。 でこれはこれ CG になってますけれども、あ,あまりにちょっと変わっちゃうんで、何がどこかよくわからないと思うんですが、ここがタクシム広場、今、実はタクシム広場自体も大々的な再開発をしていて、今、車が入れないようになっております、後で写真でご覧に入れますが、この部分です、ここなんです。 えー、ここが今緑なんですが緑がだいぶ減っておりましてでそれがあの、えーまあ、ショッピングモール等に変わるというそういうあのプロジェクトでした。ここれで一旦これをやめてスライドの方に まずあの、この20日間の間で,です、ね、大きくあの変わってくるところがございますのでこれを第1幕から第5幕というふうにちょっと整理をさせていただきましたでまず第1幕なんですけれどもこれはただの普通の市民の怒りでございます。 で先ほどの公園の,の再開発にあたって、えー、木を切らないでというその環境保護の活動家が座り込みをいたしました、でそれに対して、あの警官隊があの、まあ、かなり手荒な方法で排除をいたします、催涙ガスや、えー、放水車等を出しまして、これを排除した。 でそれに対して、まあ、市民の怒りがあの爆発するんですけれどもこの段階では世俗主義もそれも,もう関係ございませんあの単なる弱い者いじめに対する怒りといった方がよろしゅうございますであのその際にあの政府側もですねさすがにこれはまずかろうということで、えー、アルンチ副首相が謝罪をしておりますでこの時に使われた言葉というのが「不釣り合いな力の行使」 をしたとトルコ語では「オラント・スズ・ギュチ」と言ってましたけれども不釣、えー、り合いな力の行使をしたことに対して、まあ、遺憾というか謝罪するというのがあのこの第一幕最初の発端のところでございました。でそこまでは何もあの大したことになるとはもう誰も思わなかったわけで。 で実際、しかも政府が陳謝をいたしましたので、えー、あの元へ戻るはずであったんですがこれが戻らなかったというのが第2幕なんですね。で抵抗が非常に過激な方向に発展いたしましてもあの要求事項は非常に明らかでありましてエルドアン首相の退陣と要,要求するという方向に集中いたします。でこの段階になるとですね えー、夜になるとさまざまな人たちが広場にああの現れて中には、まあ、暴力的な行動投石をしたり、えー、それから放火をしたり場合によると火炎瓶を投げたりあの、えー、外国メディアの映像ではですねあのまるで何か。 ロケット弾みたいにです、ね、あの横にバン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 火花が警官隊に向かって火の玉が飛んでくる映像があるんですがあれは連発式の花火を横に持ってるだけですあのパレスチナなんかでもよくやりますけれどもあれは本来こうやって下に置いとく <laughs> あの台の部分をこうやって横に持って警官隊に向けて撃ってるんであれは花火なんですが、まあ、それ以外にあの火炎瓶等もございまして。 えー、市のバスが焼かれたりです、ね、あの普通の乗用車が焼かれたりもちろんあの警官隊が持っているあの放水銃付きの装甲車装甲車両に対してもあの火炎瓶は投擲されてますけれどもあれはあの頑丈にできてますのでだいぶすすけたやつが残っておりましたで、この段階に来てです、ね、一体誰がその騒乱を起こしているのかということが少しずつですが分かってまいります。 であの最初の段階にすぐ表に出てきたつまりこれは外国メディアの映像に映ったというふうに、まあ、より正確には申し上げたほうがよろしいかと思うんですが世俗主義の支持派でございますでこの人たちの主張というのはあの映像で見ていますとあのこのタクシム広場というところに缶ビールを持ち込んで、えー、わざわざカメ,ラカメラの前でこれ見逃しにそれを飲むと。 でこれはなぜやったかというとです、ね、その直前に政府はアルコールの規制法案をあの、えー、議会を通しておりますでちょうどこの騒乱のさなか14日ぐらいだったかと思いますけれどもあのアブドゥルラ・ギュル大統領がこの法案に署名をいたしましてあの法案は成立をいたしましたでこのアルコール規制への反対、えー、つまりどういうことかというとトルコという国はあのご案内のとおり あの世俗国家でございますでトルコの世俗主義というのは憲法上の原則でございまして憲法の第2条にトルコは世俗国家であるというふうに規定されてございます。でなおこの世俗国家に関する条項あの世俗国家であるだけじゃないんですあの法治国家であるとか民主国家であるとかっていうのがいくつか並んでいるそのうちの一つの言葉として「ライック」であると。 えー、あの世俗的な国だと規定されているんですが、えー、この条項はあの第4条において改正および改正の発議を禁じるというふうになっておりますから極めて厳しい規定でございまして改正の発議が禁じられているわけですから憲法ごと作り替えでもしない限りこの条項は生き残るというそれほど硬いものでございますでなおあのこの条項が入りましたのは1930年代の,あのことでございます あのなぜ入れたかということをちょっとだけ触れますとあのトルコという国国民の大半はイスラム教徒スンニ派でございますえしかしながら1923年にあのこの共和国が建国されました時、まあ、いわゆる建国の父とされたのはムスタファ・ケマルえ後にえ議会国大国民議会からのオクリナデ・アタ・トゥルク父なるトルコ人 あのトルコ人の父って書いてある本よくありますけど逆ですからね、アタはお父さんで、トゥルクはトルコ人ですから、えー、父なるトルコ人の意味ですが、えー、というふうに呼ばれるようになった、でこの人物が長いこと、まあ、一党独裁でこの国を率いたんですが、えー、その際にですね、あの前身のオスマン帝国というのはイスラム帝国でございます、カリフもいました前イスラム信徒の長であるカリフをいただいていた。 そういうその国の作りから近代的な国民国家主権国家に移り変わったわけでその際にやはりアタティルクは軍人ですから極めて徹底したリアリストであってその宗教の政治への介入というのはそんなことをやったからオスマン帝国は滅びたんだという強い確信を持っていた。で当然のことながらその前身のオスマン帝国を 分割ししししてて支配しようとととたののは主として英国とフランスの2つでございます当初、ロシアも乗っていたんですが、ロシア革命が第一次大戦中に勃発いたしましたので、ロシアは途中からあの撤退しています。で、このイギリスとフランスによってです、ね、あのズタズタに分割される寸前だったわけで、そこをそのパルチザンを率いて、抵抗して戦った上に、あに、やっとの思いで独立を達成した、まあ、そういう国でございます。 当初第一世界大戦の際には前身のオスマン帝国がドイツ側について参戦したために負けてしまいますその結果1920年のセーブル条約によって旧オスマン帝国の領土は今日のトルコも含めてほぼズタズタにされておりますでそれを後にその後3年間の抵抗運動によって巻き返して 1923年ローザンヌ条約によって戦勝国側との条約締結に成功し今日の領土を確保したわけでございますでそのリアリストとしてのアタティルクはですねあのとてもじゃないですけどその、まあ、砕,けて砕いた言い方をすれば坊主が政治に介入するなんてとんでもないと近代国家ってのはそういうもんじゃないんだということで宗教の政治介入を排除していきます というのはその国ができて間もなくですねあっちこっちからそのやっぱりそのイスラムの国に直そうみたいな運動が起きるわけで,でアタテルクはそれを一つ一つ撃破して近代国家の,あの作りを固めていきますつまりそのプロセスの中で二度と宗教は政治には介入させないで近代的な国にするんだで近代的というのはこれイコール西洋的な国の意味です。 で今申し上げた国のモデルとなっているのはフランスでございますただしフランスとの間に植民地関係はございませんあのもっぱら当時の独立を達成した知識人たち政治家たちがフランスという国に対して大変強い憧れを持ってそれをモデルとしたということでございます えー、従いましてこの国の世俗主義トルコ語では「ライクリッキ」と申しますけれどもこの「ライク」という言葉はトルコ語にはございませんアラビア語にもありませんあの辺の地域の言葉じゃないんですこれはフランス語の「ライシテ」から取っておりますあの、まあ、しょうがないから英語にするときも「ライシズム」って言ったりしますけれども英語は通常世俗主義はセキュラリズムを使いますがフランス型の特異なものですでこの世俗主義というのは我々が日本人が知っている政教分離ではございません 政教分離の場合には例えば、個人がその政教分離に関して何か問題だと問われるのは例えば、我が国においては総理が靖国神社に参拝するというような事案においてつまり、公人がそういう場に出向く場合にのみ問題とされます一般市民が靖国神社に行ったからといって誰も問題にしませんよね。ところがトルコの場合はです、ね、例えば宗教的な服装 女性の成人女性がベールやスカーフを着用するというようなことでございますがこれを公の場で行うことは禁止されていました、えー、中でも最もあのそれが表面化し問題が表面化しやすいのが国立大学、まあ、実際にはも,もともと国立大学しかないんだあそこは大学にの校内に立ち入る際にですねそのベールやスカーフを着用するということを禁止したとでそのために女子学生たちはスカーフを、えー、正門の前で脱がなきゃいけない。 ここういういとになりましたであのちょっと話の,話のついでですから申し上げておきますけれどもあのイスラム教徒の女性がスカーフをするのは髪の毛がチブだと認識しているからであってあ,あれは別にイスラム原理主義の象徴でも何でもございません。 あの要は体をどこまで隠すかというのは本人の周知心の問題でございまして、まあ、一応イスラムでは明確に髪の毛を隠せという規定はございませんしかしながらあの社会通念として髪の毛が性的な部位にあたるという認識はございます従いまして髪の毛それから耳うなじ、えー、のど元などはいずれもセクシュアルなところとして周知心を感じる方は隠すんです 別に感じなければ隠す必要はありません。イスラムにはこの罰則規定はございません。あのこのことをよく覚えておいていただきたいんですがあれはあの欧米側からは、えー、女性差別の象徴というふうに女性抑圧の象徴というふうによく言われるしフランスが一番そのことであのキャッキャキャッキャ文句言ってましてあの公の場で今あれかぶると罰金になるんですね。まあ、よくまあそんな国を挙げてセクハラを働くようなことするもんだと思うんですが。 あのこれは実際にかぶってる当人からすると大変な屈辱でございますでしかしながらこともあろうにですねあの人口の9割以上イスラム教徒のトルコはフランスの真似をしたためにそれを世俗主義の原則として取ってきたんですねところがやはりあの国民はですねやっぱり納得しないで80年以上経った辺たりからあの保守的なイスラム教徒の間にいや自分たちもう少し生きやすいように生きられる社会にしてほしい で、そういうところからイスラム政党というものがだんだん力を持ってえ参ります。で、あのエルドアン首相の率いております。公正発展党これはのイスラム主義の政党でございます。あの誕生したときに、あの政党自身が自分たちはイスラム寄りじゃない。イスラム寄りじゃない。中道な右派なんだということを盛んに言いましたので、え。これも世界的にはメディアの中には公正発展党を中道右派。 と規定していたあのメディアもございましたけれども、これは間違いでございます。あの首相のエルドアン、大統領のギュル、第一副首相のアルンチ、この辺は革新的なイスラム主義者でございます。ただそれを表に出してしまうと世俗主義の憲法条項に反するということで、あの 実際、党は解散の危機に何回か見舞われております、解散というのはこれ、憲法裁判所が解散命令を出すかどうかという意味でございますので、そのあたりのところ、非常に懸命にもイスラムの命も言わないという政策を取ってまいりました。しかしながらです、ね、現在、エルドアン首相、3期目に入りまして、少しずつ少しずつあのイスラム色を強めております、でそのうちの一つがこのアルコール規制でございました。 ただし、規制の内容は現行、日本におけるアルコールの規制よりも弱いです。ここも大事な点で弱いんです。例えば、飲酒運転は禁止されておりません。この新しい法制においても禁止されておりません。血中アルコール濃度が0.5ミリグラムパーリットルまでは罰金を課されないんです。 ただしあの、お客さんを乗せて走る営業車、タクシー等については0.2ミリグラムパーリットルまでと制限されております。しかし、日本の場合はちょっとでも検出されたらアウトですから、<laughs> それに比べればあの、トルコ人が笑ってましたけど、日本の方がよっぽどイスラム的だと。で、あと禁止されましたのは、えー、とテレビ等でのコマーシャルです、酒類の。 それから、夜間のアルコールの販売禁止が午後10時から朝の6時までとなっておりますで。それから学校等教育施設の周辺ではアルコールの販売が禁止されると。まあざっとですね、そんんなな内容なんですこれは であの日本人はあんまりよくこれ知らないことですけど例えばアメリカなんかでも公的な公園での,あのビール飲むということは禁止されておったりしますのであのトルコ人もよく知らないんですね前は何もなかったのに規制が入ったからこれはけしからん、ね、イスラム化だと。 憲法違反だとみんなで騒いでますけれども、お前、何言ってんだ、その日本だってアメリカだって実はもっと厳しいぞという程度のものでございます。ただし、世俗主義を支持する側からいたしますと、象徴的にです、ね、このアルコール規制に入ったということは、エルドアン首相、イスラム諸を強めている事例として、今回もあの抵抗運動の一つの象徴となったわけでございます。それ以外にです、ね、広場には左翼グループがたくさんおりました。 でこれ後で申し上げますが実態が全く分かりません、えー、中には非合法組織として知られていたものもございますしあのトルコ共産党とはあるんですけれどもよく分かんないんですねこれが革命的愛,愛国者社会主義なんとか同盟とかですね一体何をくっつけて名前にくっつけたんだと思うようなのぼりがたくさん立っておりまして実態不明でございますでさらにです、ね、もっと不,あの不可解なのはです、ね、極右もいたんですそこに トルコ民族主義者がおりましたこれ、なんでいたかというと、あの括弧のところに書いてございます、これ、重要な点なんですが、この3月以来、エルドアン政権は、PKK ・クルディスタン労働者党、これはのトルコからのクルド人の分離独立を掲げて、武装闘争を続けてきた過激な組織で、急進的なマルクス主義の組織ですこのの組織との和解に乗りり出しております。 でこの組織の,とあの、えー、ボスはです、ね、アブドゥルラ・オジャランという人物で、えー、この人は1999年劇的な逮捕劇でケニアナイロビのギリシャ大使館の前からあのトルコの諜報機関によって拉致されあの本国に送還されましたで現在もあの、えー、イムラールという刑務所に収監中でございます。 でえー、この人たちは武装組織でト,トルコ政府の規定ではテロ組織でございますがこれの,あの合法組織が BDP 平和民主党というあの組織でございましてこれはの議会内に議席を持ってございますでこの,あの合法政党の方の議員があの何回か刑務所に収監されているオジャランと面談した上えで話を与党あの政府側につなぎまして和解しようということになりました。 で和解の条件としては、PKK の武装勢力はもちろんトルコ国内から全面的に撤退すると、でこの撤退は5月5日とされましたが、おおむね5月8日ぐらいから開始され、ほぼ3分の2ぐらいが現状、撤退が終了したというふうに報じられてございます。で当然のことながら、1990年代には4万人にも上る犠牲者を双方に出した、このクルドゲリラ側とトルコ軍、あるいはトルコ民間人との衝突の歴史を考えますと、 トルコの民族主義者は現在の政府がこの PKK と和平に乗り出すというのは国民に対する裏切りであると激しく反発をしておりますしたがいましてエルドアン首相がのこのクルドとの和解問題について気に入らないと思っているのは右翼でございましてこの右翼もこのタクシムの講演にやってきたわけでございますでさらに <laughs> これがよくわからないんですが和平の対象の相手になっているはずのクルド分離主義の,あのまあ関係派 一応ですねその合法政党の BDP の旗を掲げてはいましたけれどもどうも中身は違うらしいんでオジャランさんの写真はいっぱい載っておりましたがそういう旗を掲げる若者もこれは下司公園の中ではございませんでやや外側のところにテントを張っておりましたでこれらがその抵抗した勢力でございますでそれに対してですね実はあの表に出なかったもう一つの勢力重要な勢力がございますのでこれをあの <laughs> ああのお話しておきたいと思います。それはイスラム教徒の保守層でございます。このイスラム教徒の保守層というのは当然のことながら、エルドアン政権の支持層でございました。1回目、2回目、3回目の,あのこれまでに3回の,あの総選挙で圧倒的な勝利をしております、この厚生、発展党政権。いずれもエルドアン首相が率いておりますけれども、当初、エルドアンの,あの政策というのは、まあ、 このイスラム保守層にとって非常にあのポジティブなものでございましたえここでちょっとあのイスラム保守層に対するあのあの政策何が受けたかということをにあに例を挙げて申し上げます先ほど申し上げましたとおりこれからうちの国はイスラムでやるんだということを言ったら憲法違反に問われちゃうんで言えないんですエルドアンはえ憲法を作り変えてシャリやイスラム法を導入するなんて言ったら彼一発でアウトなんです だから言わないんですそんなことはその代わりに何をやったかというと1990年代実はトルあのもっと前からですけれども80年代、90年代、まあ、もうちょっと前から70年代ぐらいからですねあのトルコという国はあの国内のです、ね、経済格差地域的な格差が大変大きいで、まあ、一般的に言えば西は豊かで東が貧しいんですがもう一つ沿岸部が豊かで内陸は貧しいんです。まあ、レガはアンカラですけれども でそういうい地方農村部からです、ね、大量の人口流出が起きましてイスタンブール、アンカライズミールなどの大都市部に勝手に住み着いてしまいます、えーまあ、実情の不法占拠集落これをトルコ語ではゲジェコンドゥ、まあ、一夜にしてできた家というような意味でございますがゲジェコンドゥ問題というものが最大の都市問題社会問題となります。 90年代半ばにはイスタンブールでもアンカラでもイズミールでもほぼ都市人口の6割以上がこの不法占拠民であったということがございますでこれを何とかしなきゃいけないと言いつつもそれまでの中道右派あるいはその共和人民党というその世俗主義の政党は何一つ改善をすることができませんでしたでこの大都市問題に関してこのエルドアン首相の政権というのは劇的な進展を見せますそれは 詳細実は何をどうやったかはよくわからないんですが彼らのためにそういう不法占拠住民のためにあの少なくとも非常にきれいでモダンなマンションをですね、まあ、日本的に言うならマンション集合住宅を続々と建設して彼らをその不法占拠集落から脱出させたんです。あの売った場合にはあの買い取る場合でもですね歯科の10分の1ぐらいの値段です。 でこの公共住宅 TOKI というプロジェクトなんですが総理府、首相府に直属の役所がこれを統括しております。であの今ですからアンカラとかイスタンブールなんか行きますとあの昔あったそのゲジェコンドゥというそのものが取り壊されていて住民たちが郊外の,あのモダンな高層住宅に移っている姿を目にすることができます。 それからもう一つイスタンブールというのはご案内のとおりあの大変な交通渋滞で知られておりますこれがあのオリンピック開催について非常にネックになるだろうと言われている点でございますがこのイスタンブールでですね あの郊外の方から町の真ん中に向かってくる環状道路やさまざまなあの自動車専用道があるんですがおおむね6車線ぐらいあるしかしそのうちの真ん中の2車線をですねくり抜いてしまったかのように庶民の足としてのメトロバスっていうのを作るんですメトロバスって言ってもメトロと違って地下は走りませんがあの地下鉄作るの大変だから地上に作っちゃったんですね2車線分切り取ったんです これ切り取って柵を作ってありますから他の車は一切中に入れない救急車でも入れないんですでそこにはあの長い車両を何両か連結した庶民の足となるこのバスが行き来します周りの車線どうかただでさえ渋滞していたところ真ん中に車線取られたわけですから脇の車線はさらに渋滞いたしますそこには中流層以上の人たちが自家用車にたった1人乗っている状態で通勤しているわけですいいですか これができる前は庶民はその満員バスがその中に間に挟まって非常に大変な思いをしながら場合によると2時間かけて職場へ通っていたそれをですね庶民だけはこのメトロバスの中ですっと行けるざまあ見ろという気分ですね隣の,あの高級車両ベンツやあのアウディを見ながら俺たちの方が早く行けるよろしいでしょうかこの感覚なんですこれがイスラム的なジャスティスなんです。 弱者の側に初めて弱者であっても光が当たって具体的に生活や経済活動についてあのいいことが起きたこれこそまさにイスラムで申します記者の精神に合致するものでございましてあのイスラムは商売で金儲けすることは一切何の規制もございません。 あのお金を癒やしいものという考えるような考え方は全くございませんが儲けたうちの儲けの一部は記者として差し出せとでこれは神に対する貸し付けということになるんですがもちろん弱者に対して給付されるものでございますでその観念はありながらこれまでの世俗的な政権というものはそれを実際の政策の,政策の中で回すなどということは全くできなかったこれこそイスラム主義政権のエルドアンたちの真骨頂でございましてこれを実現した。 でいくつかのそういう象徴的な改革によって、えー、庶民層から絶大の支持をエルドアン政権は得たのでございますですから別に彼がイスラムイスラムって言ったから支持されたんでは全くございませんおそらくイスラムの命も言う前にこういうことをしたことによって格差が拡大するその市場主義経済のもとで初めて公正が実現されたという印象を広く与えたんでございます。 ですから世俗主義派っていうのはですね大体都市部のエリートなんですこれ <laughs> 彼らはですね怒っても無駄あの数の点では圧倒的にその貧困層の方が多いわけで,でこの人たちが支持しちゃってるんでまず世俗主義派はですね極めて関連的なレベルでエルドアンを批判しているということでございますであのこのイスラム保守層なんですが ところがが今回エルドワンを非非難していいます。すす。彼らにに対する不満が非常に大きいんですそれは何かといいますとエルドアン首相先ほど冒頭でお見せしたようなあの開発プロジェクトありますよねこれを結局その自分たちの取り巻きに投げちゃうんですそれからあのエルドアン首相個人的にはです、ね、非常に神経質な方であの反対派からのやじられたりするとすぐに切れちゃうんですね。 であの前にもですね2008年9年ぐらいの時にあの彼に対して批判的なメディアグループに対して相当強い規制を加えましてなんだかんだとその法律上の問題をほじくり出してですね 確か円にするとなんか3000億円ぐらいの罰金を課すとかっていう強硬な手段に出ましてしかしメディアグループもよっぽど金あるんですね払いましたからねそれ払ってなおもやっておりますがあのそういうまあ嫌がらせをするとまあそういうやり方に対してですねごく普通の,あのイスラム教徒っていうのはやっぱりそれはないだろうと権力を手にしてやっぱり彼は堕落したというふうに見ておりますのでそういう権威主義的性格に対してはあの現状かなり批判があるということでございます。 でその次がまあ今大体お話してきましたイントロダクションでお分かりいただけたと思いますがんえとだんだんその不可解な光景というのが目立ってまいりますあのそのまず申しましたように公園に集結した実態不明の左翼グループで私も言って話聞いたんですけどものすごくきれいなインテレクチュアルなトルコ語をしゃべるんですね。でイスタンブールの上流層の層 ボンなんですすこれボンとお嬢ちゃんで,すでだいたい痩せてないんだみんな、えー、あの確かにテントの中にはいるんですけれどねなんかあの金持ちのボンボンがなんかふて寝してるような感じででそれ写真あと後でお見せしますけれども私が入ったってな誰が入ったって何も問題が起きないんで実際には内戦状態でドンパチやってるのあれ夜だけなんで昼はみんな寝てました。でですね、えー、とどうも裕福な家庭の大学生だろうという。 それから主張を聞いてみたんですが、自由が欲しい、<laughs> エルドアンが退陣しろとそれしか言わないんですね。お前たち、格差がどうのこうのってこと疑問に思っているんだったら、どういう構造上の問題だって聞いても何も答えられないんです。<laughs> エルドアンが退陣すればいいんだとか <laughs>、はっきり言って、これはかなりお粗末なアホだということがよく分かりました。で、あの真ん中にはです、ね、アンチ・キャピタリズムってちゃんと垂れ幕がかかっているんですね。 であのそうなってくるにつれてです、ね、実は公園の再開発問題、当初ございました公園の,あの木を切ってショッピングモールにする云々の話は後退いたします、で政府側もです、ね、この計画は白紙撤回しようということをこのあたりで言ってきます、でさらに、いや、もしあのこれが嫌だったら住民投票にかけてもいいよというようなことを政府側は言うんですが、なんと不思議なことにです、ね、ここに集結している左翼グループは、住民投票は嫌だっていうんですね。<laughs> <laughs> 何を言ってるのかだんだん分かんなくなってきまして何で住民投票は嫌だって言ってるかっていうと住民投票するとおそらくショッピングモールとか何か開発案が通っちゃうんでイスタンブールの現状では公正発展党の支持層がかなり多いですから、えー、そうすると嫌だ嫌だっていうことなんですね。で私別にこれあの大学生たちにあのなんか批判的な目で言ってるんじゃなくて私もあのがっかりしたというかちょっと驚いたんですね。全く政治的主張が固まっていないな でそうになるにつれてです、ね、実はあの白抜きの七型で書いてございますが、世俗派の一般市民も実はこの種の運動から引いてきます、特にあの力ずくでのです、ね、警官隊と衝突するような動きから、世俗派の市民も引いてしまいますで、それにイスラム保守層の市民も引いてしまいます。 つまり私どもは日本で映像で見ていたのはです、ね、こ彼らが引いてしまう頃からのものなんです。で、いや、そんなことはないと、一般市民の間にもです、ね、デモには行かないけれども、マンションの中で鍋,鍋,と鍋を叩こう運動というのが始まるんですね、夜になると、ガン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 と鍋叩くんですよで、これで連帯を表してるってね、バカ言っちゃいけませんよ、今の時期って、ね、トルコ、センター入試なんですよ。 分かりますセンター入試の直前なんです、でそんな時に鍋鍋叩きで連帯ってね、受験生持ってる親御さんは大迷惑だったんです、あれえー、で最後に首相に皮肉られてましたけどね、そのセンター試験の前にいろんなことやるなよと、で実際です、ね、かなり迷惑なんですが、しかしそれをですよ鍋鍋叩きやめろなどと言うとです、ね、お前はエルドアン寄りかとかって言われて喧嘩になっちゃうんで、マンションの住民たち、なかなか言えないですよね、こういうふうに報道されちゃっていると。 でそれが実はその背後にあって、まあ、イスラムの保守層の市民とは引いたというよりは、だんだんこの,あのことを荒立てている市民グループに対しても批判的になっていきます。あのここら辺でだんだんお分かりいただけたかと思うんですが、あの国の在り方とか、国の原則をめぐる問題などでは全くございません、今回ので、次。あの 記者クラブでこういうことを言うのは大胆なんですが、こ,こ,はこの際、ここは日本のメディアしかおられないと思うんで <laughs>、言いますが、ひどかったのが CNN、<laughs> 再来ガスなんか飛んでないのに、ガスマスクつけてですね <laughs>。 あの8時間も9時間も現場から生中継ってやったらあのインパクトものすごく大きいんですよ、なんかね、内戦でも起きてるんじゃないかっていう、そもそも CNN が8時間も9時間もライブで中継するっていうこと自体、相当事態が深刻であるという印象を作ったんですが、申し上げますけれども、これ、よくあることなんです、ジャーナリストの皆さんならお気づきだと思いますが、革命だ革命だって言ってて、一本通り、裏に入ると何もやってないという、それと同じです。 あのタクシウム広場でやったもんですから非常に目立つところでやっておりましたので <laughs> あのなんか紫外線でも起きてるかのように見えたんですが先ほど申し上げましたようにあの確かに、えー、ボート化したのグループは警官隊と衝突いたしましたし警官隊側はガス弾それからあの催涙ガスですねそれから放水それからゴム弾を使って応戦しましたので。あのあ えー、当たりどころの悪かった方は亡くなっちゃったというあのことにもなっております。4人の犠牲者が出ておりますががなんですよ。これは当初犠牲者がで最初に出たっていう報道も誤報でございまして。 えー、デモ隊に参加している人が車で轢かれたというんですけど実はそのデモ隊に参加されして轢かれたという人はピンピンしておりましてたまたまあの混乱の中で車にはねられた人がいたというだけのことだったで2人目の犠牲者というのはシリアとの国境地帯アンタキアで,です、ね、デモ参加中に撃たれた。 というケースですがこれも撃たれたのか、えー、何か鈍器で殴られたのかちょっとその検視結果は撃たれたんじゃないという方法が出ていましたのでいま一つわからないんですが、えー、これもそのピストルで撃たれたんだとすると警官隊が発砲したんではないだろうということになります。ご案内の通りアンタキアというのはシリア国境、えー、前回あの53人の犠牲者が出たレイハンルというあのところからほど近い20キロか30キロしか離れていないところですので、えー、こういう地域になりますとこれはあのー シリア側の関与ということも当然疑われるわけで非常に不安定な状況にございます。で、あとはあの警察が打ったゴム弾の当たりどころが悪かったっていうあのケース等でございます。で、こうなってくるにつれてですね。外国メディアの報道姿勢というのは、無抵抗で善良な市民対暴力的な警察と政府というこういう構図に特化してまいります。 であるいは世俗主義を支持する、つまり西側諸国にとってフレンドリーな市民と、えー、西側諸国にとってフレンドリーではない敵であるイスラム主義の政府という構図、まあ、こういう構図にあの修練してまいります。あの私はこの間、何社かの日本のマスコミにも取材を求められたんですが、日本のマスコミの関心はこれでオリンピックが東京に来るかどうかってそっちでございまして。<laughs> あの自分のツイッターに「頼むからそれ聞かないでくれ」と「俺は IOC の専門家じゃない」と言ったらみんな,なんかあの悪そうにあの先生そう言ってるのはよく分かってるんですけどそれでも何か影響はないでしょうかってみんな聞くんですがまあこの影響のことは後でちょっとお話しますけれどもあのだから日本私トルコの専門家 として日本のメディアがなんであんなに分量を割いてくれたのかというのはいや嬉しいことではあるんですけれども関心を持っていただけたのはしかしやややっぱり私もちょっと不可解なところがありましてどうしてこんなに大きく報道してんだろうとでやっぱりこれ外国メディアの報道の大きさっていうのにつられるところってこんなこと言ったら怒らないでくださいよあのやっぱりおありになるんじゃないかと思うんですね会社の方針としては CNN がこんだけ出してるニューヨーク・タイムズがこれだけ出してる <laughs>。 いいですかイスラム圏に関することあるいはイスラム社会に関することの場合それって非常に慎重な判断が必要ですどういう視点で欧米のメディアが書いているのかということを精査して皆さん日本のジャーナリストとしてご自身のパースペクティブで判断をする必要がありますで今回の場合明らかに無抵抗で善良な市民対暴力的な警察というのはです、ね、これ昔のトルコの像なんですこれは。 え次に、ちょっと3つ目に意味の分からないことを書いてますけれども、過去のトルコ像、これ、ターキッシュ・ソリューションって書いてありますね。ターキッシュ・ソリューションって昔、10年以上前ですよ、今の政権ができる前のトルコでよーく言われたことなんですけど、何か騒動が起きると、いきなり警察か軍が出てって、ダーっともう一斉走車して、ばタっと消してしまう、これをターキッシュ・ソリューションと言います。あるいは、面倒くさいやつは全部刑務所に掘り込んで、鍵をかけてしまう。 これをターキッシュソリューションと呼んでいたで特にドイツやヨーロッパのジャーナリストたちはトルコにおける人権侵害の問題に関してトルコはいつもそういうやり方をするとマイノリティの声を聞かないで片っ端から刑務所にぶち込むとこのやり方をするのをそういう一種のターキッシュソリューションと呼んでいたでですね若いジャーナリストの人たちはそのことを知りませんから とあと中立的に見てましたけれども結構、そういう時代を知っているジャーナリスト経験を積んだ欧米のジャーナリストはその目で見てるんですね、今のトルコを。でここ、大きな間違いです、10年前にそのイ,、まあ、イスラム屋のエルドアンさんがこう政権を取った後ですね、警察の暴力あるいは諜報機関と警察警察とマフィアマフィアと政治家こういうつながりに関しては相当程度なくなってるんです、もう。 1990年代はもうしょっちゅうです、警察と内務省とマフィアと政治家がつるんで何やったとっ、それがあの警察の幹部と政治家が乗ってる車が道路の途中で別のマフィアに襲撃されてって、まるでですねあの仁義なき戦いみたいなことが起きるわけで、で我々あの外国人としてそのメディアの報道を見てても、ですねメディアも怖いから書かないです、そんなこと、何があったのかって、なかなか書かないんです。 しかし黒焦げになってあの蜂の巣になった車だけがボンとあってここで議員が死んだ誰が死んだって出てくるんですね。でそのトルコはもうないんです今はこれはこの10年間で劇的に変わりましたいやもちろん反対する人たちはイスラム屋のエルドアンも同じことしてるっていうようなことを言いますけれども少なくともあ,のあからさまにそういうことがあの事案として表に出てくることはなくなっています。でそれが変わってる しかし、まあ、もともと10年前、日本のジャーナリストほとんどいなかったですけどね、<laughs> あの欧米、特にヨーロッパはですね、ダメなんだな、これが、なんでダメかっていうとです、ね、もう一つ別の大きな問題が絡むからなんです、でアメリカの場合には当然、テロとイスラム組織の問題、ヨーロッパの場合にはトルコの EU 加盟問題があるからです。 2004年に EU はトルコとの加盟交渉を正式に決めたんですが2005年に散々理不尽な嫌がらせをいたしまして2006年以降事実上交渉は凍結された状態にございます。ちょっとその話は後でいたしますがそういう目でメディアが見ているのでもちろんその交渉を止めているドイツやフランスやオランダの側からするとですね いやトルコって入れたくないと思ってるわけですからトルコっていう国に対してネガティブな印象を持ってるで国民が何しろ嫌だと言ってるわけですから国民目線を取ればジャーナリズムはトルコに対して非常に厳しいあのトーンでの記事はたくさん載るとしかしポジティブな記事はほとんど載りませんということが背景にあったとでどうしてもですね別にそう,あのあのそういう目で見てしまっていると今回のその騒乱というのはどう見えたか。 で何しろお酒飲んでる人たちが抵抗してるんだ木を守ろうとしている人たちが抵抗しているんだというその出発点からするに世俗的でヨーロッパ的な市民運動に理解を持っている若者たちがイスラム的で強権的なエルドアン政権に抵抗しているそういう図柄に見えるようになってくるわけです。でただ先ほど申し上げましたようにかなりそれは偏見です。 あの今回のことに関して言えば先ほどあの申し上げたようにですね中身を見ていくとあのどうもいろんな人たちが極右もいれば極左もいるというような状態での,あの暴動でしたのであのそれほど市民があの連帯をしてえ声を上げたという形式ではございませんでした。でただですね知恵者がいるんですね 外国のメディアをここまで操るのは相当うまくそのことをどうやったら操れるかを知っている人間がいなければできません。で CNN アメリカの CNN の現地でのリポーターは、えー、そろそろあの警察の手が伸びておりましてまたそういうことをするとメディアを弾圧するエルドアン政権と言われるだけなんですが、えー、ただテロをあ、まあ、テロ行為というかこう暴力行為を煽ったかどうかということについておそらく、えー、捜査がなされるだろうとは思います。 でその上でですね次次に参りますと、えー、エルドアン政権反撃に出てくるんですこれがにえし6月の1516日ぐらいからです、えー、ちょうど私があのおりましたのは、えー、14日から16日までいたんですがうんあ1313 13日からですねいや私はこれを <laughs> さすがに大学の教員がですねいくら自分の専門とはいえこういうものを見に授業をほったらかしていくわけにはいきませんので実は京都市とイスタンブール市がパートナーシティの、まあ、いわば姉妹都市ですが協定をするんで京都市長がイスタンブールに行かれるんですそれに私でちょっと同行しておったんでたまたまいたんですがあのちょうどその最中にですねエルドアン政権反撃に出てくるんです。 でちょうどあの来年、地方選挙が始まりますので、まあ、その選挙キャンペーンの一環ということで1日目はアンカラ郊外のシンジャンという町で翌日土曜日にはあのイスタンブールの方で大きな集会をやります。でそのポスターがが、ね、非常に興味深いんですが 2行にわたってスローガンが書かれてるんですが上の行のスローガンがですねこれちょっと写真が撮れなかったんであの申し訳ありませんが上の行に書いてあるのがですね「ビッグゲームを潰す」って書いてあるんですで2行目がですね「我々は新たな歴史を書く」って書いてあるまあ我々は新たな歴史を作るはどこの政治家でも言い,いそうなことですが1行目なんです問題は「ビッグゲームを潰すのビッグゲーム」って何のことかなんです これがままだ分かりませんエルドアンはなかなか言わないんですこれをおそらく小出しにしているんだと思うんですが少なくとも公園の木を切らないでと言って座り込んだあのお兄ちゃんたちの話じゃないことは確かなんですそんなものをビッグゲームというはずがありませんからそうするとこれは何なんだという、まあ、あのトルコ人大変陰謀論好きですからこういうことを言うと何だ何だってお互いにこう疑心暗鬼になるのを知っていてやっているところもあ,るあります。でおそそらくです、ねえー、とそれは誰ががいいたかっていうことととうこの関連なんですが 左翼過激派は一応もう捜査に入っておりますしだいぶあの拘束されておりますがただね,ただねかなり保釈されすぐに釈放になってるのも多いところから見ると実際力ないんです全く左翼はあこれさっき申し上げませんでしたけどあのイスラム社会で左翼って流行りませんよ絶対何しろ無神論から始めろって言われたってそりゃ無理なんですえー、マルクスあの中の講演の旗の中にはマルクス 霊人主義革命かなんとかってありましたけどあのよく拾ってきたなと思ったんですけどマルクスもレーニンもですね本としてインテリアを読む人はいますけれどもあれに浸水して無心論者になろうっていう人はそうはいないんですねほとんどいませんこれは。の本当にねインテリ知識人の中にはいますけれどもあの民衆には全く受けないんです社会主義も共産主義も。 だからあの大体ボンボンたちの,あの裕福な家庭に育ったあの若者の中にそういう人は出てくることはあるしかしながら実際上の政治的なあの脅威とかですね力にはもとよりなりえませんので今回は騒乱を助長したということで対テロ法でえあの捜査には入っていますけれども大した成果はおそらく得られないと思いますで問題2番目なんです一部財閥との関係というでこれがですねあの かななりり取り沙汰されるようになってきてきいますじゃあ財閥が何でだということなんですが実はこのエルドアン政権になって10年の間トルコが目覚ましく経済成長をしていることは皆様あのご案内のとおりでございます現状で GDP の成長率はほとんど韓国と並ぶところまで来ましたし、えー、新興国あのブリックスに次いで,で、ね、G20 の中には当然あのトルコは重要な一角を占めております。 あのまあ平均でならしているのですけれども国民1人当たりの所得というのが大体いい1万ドル近くまで来ているということもございますしあの自動車とかですねまあ代物の家電製品などというのは今はかなりあの庶民層まで購入意欲が高いそれから実際トルコ行っていただきますとすぐ分かりますけれども。<laughs> あの人たち買い物病ですよね。町という町に巨大なショッピングモールが次々にできてですね、どれ一つ取ってね週末いてねガラガラってとこないんですよ。みんな埋まってんでそれが。そんなにいつからお前ら金持ちになったんだと思うくらいですね。スーパーマーケットの中行きますと、でかいカゴにですね食料品を満載して満面の笑みで買い物してんですね皆さんが。あのあれだけの購入意欲、購買意欲というのがあれば。 あのやっぱり経済を押し上げちゃうんです、ね、インフレだからインフレももちろん前はひどかったんですけど今はそんなインフレひどくありませんがどうしてもですねとにかく自分たちで経済を盛り上げようという国民的意欲が高いこれは確かです。金持ってたたら買い物したがるんですお金貯めそういう中でですねあのこの10年間のこのトルコ経済の成長を支えてきた経済グループにアナトリアの鷹 あトラと言われるごめんなさい高じゃないトラですと言われるグループがありますアナトリアンタイガーでこれどういう人たちかと言いますと財閥じゃないんです地元の各まあ中小企業と言ってもいろいろで例えば話を分かりやすく申し上げますとバザールでピーナッツとかピスタチオとかそういうものを売ってる商人。 あるいはもともとは自動車の部品を作っている中小企業こういう人たちがでもう一つ共通の特徴としてはですねこの人たちがあのこの10年の間に大変力をつけてきてトルコ経済引っ張ってきた。 でトルコにはあの経団連に相当いたしますトゥシアッドという組織があるんですがこっちはあの世俗的な普通の経団連ですでそれに対してミュシアッドムスリムのっていうのをくっつけたわざわざくっつけて対抗する組織ができてきておりましてこの10年間のやっぱり彼らの,あのパイというのは非常に大きくなったでそうなるとですね従来国家の,あの保護主義的なあの政策によって守られてきた大財閥は やはりその既得権を失ってきてきいると言えます例えばこの財閥の中で大きいものにコチという財閥がありますがコチ財閥は当初ですね今だいぶ変わりましたけれどもトルコで作っていいる自動車会社のいくつも持っちゃうんですねつまり一つはフィアットでイタリア系の会社であるともう一つはまた別のフランスやドイツの会社であるしかしどっちも持っていれば競争になりようがないんですこれ。 で国産車ってトルコにはないんで純粋国産車だったらもう50年代に一度やろうとしてうまくいきませんでしたのでほとんどがあの外国の自動車メーカーを組み立てているという状態だったんですね今はかなり部品上達率上がりましたけどでそうなっちゃうとですね電化製品を作っている会社でも 複数の会社を持っちゃってると消費者側から見れば何、まあ、て言いますかその電気会社がつまり東芝と日立と三菱で違う会社だと思って買ってるわけですが実は資本系列が全部同じというひどい状態なんですね。でそののが今回裏にいいたのではないかということを囁かれておりますというのはですねちらちらっと政権側から出てくる情報を見ていると。 先ほどの公園のすぐ裏にですね d 1ホテルという大変食事のおいしいことで有名なホテルがあるんですがこれが土地財閥系のホテルでこの d 1ホテルは最近になって改装したばっかりでまだピカピカなんですがこの公園を占拠していた極左グループに食料飲み物シャワー等を提供していたということが明らかになっております <laughs> つまり、ね、どこも食い物もあったんですあのボンボンとお姉ちゃんたちは。 でさらに、チ大学の教授が学生にちょうど今、試験期なんですが試験をサボってデモに行っ,たら行ってもあの追試にしないとか、えー、加点してやるというようなメールを送ったという。 わかんないですよ、この辺のところは政権側の陰謀かもしれません、イスタンブル大学の教授も同じようなメールを送ったとされております、それから一部理性、高等学校と中学校を合わせたものですが、の校長たちが、えー、寄宿舎のにいる生徒たちにデモに行くように言ったと。 でこれに対して政権側の逆襲というのは非常に厳しいもので、二度とこういう校長や教授の顔は見たくないと言ってますから、多分捕まえるということだと思うんですが、まあしかしそのぐらいで捕まえちゃうと、またトルコは民主化がダメだというふうに批判を受けます。で、この財閥との関係ということが取り沙汰されるようになってくると、ビッグゲームをぶち壊すと言ってるの、ビッグゲームが何であるかが、ひょっとするとそういう、 既存の,あの昔からございます国家によって守られてきた財閥集団であるのかもしれませんそこまで私は断定はいたしませんがその可能性はありますえつまりこの10年間でエルドアン政権は軍の力を完全に骨抜きにしましたあの国で軍の骨抜きにするなんてことが起きるとは私は全く想像もしておりませんでしたそれぐらいのビッグゲームをやってきた首相ですから 次にやるとしたらこの現在の市場主義的な経済を牛耳っているそして格差拡大の原因を作っているのは財閥だといって攻撃すると選挙の材料としては極めて効果的になるからです。でそれからもう一つは力をそがれてしまった軍の周辺これもちろん軍はもうもはやクーデターを起こすような状況にはございません。 でこのことについてもちょっと申し上げておきますがトルコの国軍というのは何しろ建国の父アタテュルクが軍人でございましたので非常に強い力を一貫して持ってまいりました1960年71年80年と3回にわたってクーデターによって政権を掌握しておりますで実はそれだけではなく1997年の2月 当時一度だけですね、福祉党というイスラム政党が連立ながら与党になったことがございます。で、その福祉党から出ていた首相は、ネジメッティン・エルバカンという人物、まあ、トルコの伝統的なイスラム主義の政治家でございます。で、この人の内閣を潰すために、軍は、軍幹部が全員揃う国家安全評議会の場で、エルバカン、当時の首相にの追い落としを図ります。 でこれを密室のクーデターとあの我々は呼んでおりますが、えー、結果的に連立が崩壊してその時副首相はあの中道右派、青銅党のタンス・チルレルという女性でございましたが、えー、この女性副首相がエル・バカン首相を抑えることができなくなっていたということで軍部は非常にあの苛立ちを強めてまいります。 当時の新聞まだまだまだ実はその頃の新聞というのはですねあまりにこういう政治と宗教に絡んだことというのをはっきり書くことはできませんでした。で私は今でも覚えているのは軍の幹部つまり陸,陸海空軍の長たちが、えー、チルレル首相に対して「あの女」 をかどンという言い方をしたと、あの女という言い方をしたというか、もう相当嫌っているということですから。つまり、政権を見放すサインとして、そういう表現が使われたということを記憶しております。で当初はその九十七年、まあ、政権が崩壊し、翌九十八年に憲法裁判所がこの福祉党という政党に解散命令を出して、この党はついえるわけです。 で当時もう一つ軍だけではなくこの憲法裁判所というのが政治に対して極めて強い力を持っておりましたでそのことは実はエルドアン政権になってからも2007年に一度出てきます2007年に、えー、というの年は今のギュル大統領が大統領として選出される年でございますで野党第一党の今日は人民党これはあのアタチュルクが作った政党で世俗主義と ナナショナリズムトルコナショナリズムの非常に強い政党でございますがこの共和人民党がですね議会で大変な嫌がらせ戦略に出ますどうしたかというとトルコの大統領というのは当時議会が選出をする議会は一員制の大国民議会しかございませんので1回目投票で3分の2を獲得いたしますと1回で投票ができますで 一回目で通常三分の二を取れない場合には、第二回、第三回投票に移って過半数で決まりというのが慣例であったんですが、突然、この野党、共和人民党は憲法裁判所に提訴いたします。現状、議会内で三分の二を占める与党が存在しない状態で行う。大統領選挙は無効であるって言ったんですね。よく、そんなバカなこと言ったもんだと思うんですが、当時の憲法裁判所はそれを。 でであると認めてしまったんですあの野党側の主張を認めちゃったんです。ということは未来永劫議会は大統領を選べないということです。でエルドアン首相は即座に議会を解散して総選挙をやった結果圧倒的勝利を収めてしまいます。つまり野党としては随分馬鹿げた無駄な抵抗をしたんですがちょうどあのそのまあ野党がですねそういう理不尽な形で与党をと あの憲法裁判所に訴えていた時私はアゼルバイジャンのバックキューにおりましてあの隣にトルコの元の政治家と一緒にそのテレビ見てたんですがその元の政治家っていうのはかつての,の CHP 今日は自民党の幹部なんですね国会議長までやった方でであんたどう思うって聞いたらもうその人その野党は離れてますから彼が言ったのはですねあのヒクメト・チェティンというあの外務大臣もやったトルコの大物の政治家なんですが世俗派の。 俺も個人的にはイスラム派は嫌いだと、しかし、しかし、あの野党のやってるのはね、あまりに理不尽だと言ってる、つまりまともな人だったら誰でも分かったことなんです、それは。3分の2占めてない議会でですよ、3分の2を占めてなかったら選挙は無効だって、憲法裁判所に訴えるバカないですよね、それって議会はもう機能しないということを、野党が自分であの認めてることになりますから。で、結果的に野党はまた負けてしまって、 えー、ギル大統領が選出されたで、実はですね、その時にも、えー、そういうあの野党の嫌がらせというのは何で野党がやろうとしたかというとひょっとしたら軍がここで出てくるんじゃないかという期待感が世俗派にはあったんです当時あの世俗派のジャーナリストとも随分意見交換をしたんですがうーん軍がこれだけ苛立ってるとゼロではないとクーデターの可能性は でしかし軍幹部の方に聞きますとまバカなこと言わないでくれともう今の世の中クーデターを起こして国民がついてくる時代じゃないっていうふうに言ってましたつまり軍の方はもっとリアリスティックで今さら仮にそのクーデターを起こしたとして国民の支持が得られない軍というのはまたトルコの国軍にとってはありえない状況なんですつまり過去3回のクーデターというのは少なくとも過半数に近い国民が 混乱の収集の収ために軍が出てきてき国家の原則というものをもう一回立て直してくれてアタティルクが作ったこの国をもう一ん再建してくれると思えばこそ支持してくれるそういう前提があったからクーデターを起こしたんだとしかし2007年の時点あるいは現在今日2013年の時点でもそうですが軍が仮に政治に介入したとしても国民は全く支持しません。 言うままでもございませんが、軍が介入するということはイスラム屋さんだけを追い落とすわけではなくて、えー、民主的な政治を実際止めてしまうわけですから現状でそんなことは起きるとは到底考えられないしかしながら巨大な権力を持っていた軍の周辺部にいる人たちという退役軍人ですとかね、えー、そういう人たちは今回の騒乱に乗じてエルドアン政権にちょっと人は吹かしてやりたい、えー、こういうふうに考えた人たちは確実にいるはずでございます。 でもう1つは先ほど申しましたけれども PKK との和解に不満を持つトルコの民族主義者なんですが難しいのはです、ね、あのクルド政党の側あるいはあの昨日、えー、PKK のイラク領内にいる司令官がの談話というのをあのトルコ側のメディアで見たんですがひどく不安に陥っていますこのまま和平プロセスは進むんだろうかと。 つまりトルコ政府の与党とやって差しでやっているわけですからそうすると与党が混乱してしまうとこの PKK との和解の問題というのは非常に現状でも白力を踏むような思いでやっているわけで一方で挑発的なテロが起きてしまうとこの話は潰れるんですね。今のののところおじゃらんの指揮系統で PKK 武装勢力は テロを起こしていませんし引いているんですが全くの第三者が PKK を名乗ってテロを起こしてしまった場合トルコの国論は完全に和解に対して反対の方向に傾斜をいたします。で PKK 側が恐れているのはそういうことでその談話っていうのが本物だとするとですね随分 PKK も弱気になったもんだと思って私は見ていたんですが。 ということは逆に言えば、この PKK という組織、現状では非常に真剣にトルコ側との和解に乗り出そうとしているということでもあります。でさて、これ質問も入れて4時半、じゃあ、ちょっと早めに言おうといいんね、展望でございますが、エルドアン政権はですね、まず第一に、あんた、ムスリムの保守層にも嫌われてんだよってことを自覚しろということです。ええ この自覚がないと今後、与党内が分裂するリスクが高まってきます。で、エルドアン首相、実はもう参戦されているので、4選はないんです、首相は。従って彼は次、大統領になりたいんですね。で、大統領といってもです、ね、今の大統領は、先ほど申し上げましたように、議会選出で、やや象徴的な地位でございますので、ヨーロッパで申しますならば、ドイツの大統領に近い。 でエルドアンはこれをフランス型にしたいんです。体験を持つ大統領にしたい。しかし、これだけの大統領の権力集中は現時点では困難でございます。というのは、先ほど申しましたようにイスラム保守の支持層がエルドアンに強大な権限を持たせることを望んでいないからです。 となりますと、現状で彼が大統領になりたいのであれば、現状のそのギュル大統領と同じような地位、まあ、外交上いろいろ活躍はしますけれども、直接政治には介入しないという立場としての大統領でございます。で、これ、一昨日だったと思うんですが、トゥデイズ・ザ・マンという、ザ・マンというのは、これ、イスラム系の新聞でございます。余談でございますが、私がトルコに最初に行った90年頃、 もうザマンという新聞はあったんですが君大学の教師たるものこういうものを読んじゃいかんとみんな言っておりまして世俗派のインテリ新聞のジュム・フリーエット共和国という新聞があるんですがそれ,それはいいんだけどこのザマンなんての読んでるやつはですねもうとんでもないイスラム屋であるなぜならばこのザマンというのを後ろからひっくり返すとナマズになるとナマズというのはトルコ語で礼拝のことですイスラムの礼拝のことをナマズと申します。 というようなくだらない話がまことしやかに言われていたぐらい、実はそのイスラムについて語ることさえはばかられたというのが90年代でございます。でこのザ・マウンの英語版がです、ね、報じた AKP と AK いうのはあの、公正発展党、エルドアンの政党ですが、支持率が35.3なんですねで。野党第一党の CHP、今日は人民党が22.7、実は他の世論調査の,あの報告を見ておりますと、みんな高いんです、もっと50%ぐらい支持があると出てるんです。 なぜイスラム系の新聞が一番低い数字を取ってわざわざ報道したか、私はここに注目をしております。つまり、このザマンの支持層というのは言うまでもなくお酒飲んだりしません。世俗主義は嫌いな方なんですこ、のこの新聞読んでる人は。ですから、保守的なイスラム教徒の層の中に、相当あんた人気落ちてんだよということをあの政権側に伝えるメッセージが込められております。 でちなみにこのザ・マンという新聞は、えーと、トルコで非常に有名なイスラム指導者なんですが、フェトゥルラ・ギュレンという人がいます、えー。この人はかつて世俗勢力の政権時代に訴追されそうになって、まあ、病気も理由なんですけれども、アメリカに実情を亡命しております、あのペンシルバニア州の田舎に住んでますけれども、彼の系統なんです、つまり彼のことを尊敬する集団がいまして、 あのその人たちを主たる読者としている新聞なんですがあのただトルコの新聞としてそういう色,を色が何色かを考えずに見た場合この「ザ・マン」という新聞今一番しっかりした新聞の一つです。あの東京外語大がですね苦労して学生さんたちに動員して中東のいろんな新聞を翻訳してあのウェブに上げてるんですね、まあ、大変貴重なあの仕事なんですけど。 最近上がってる記事見るとこの「座慢」の記事が多いんで,、ね、で外語大の先生に「あんたなんでザマンばっかりあげんの?」と聞いたらですねだってあまりに他の新聞がくだらなくて訳すに値しないから別にその人イスラム屋さんじゃないんですイスラム教徒でもないんですが私が見てもそうですあのあのこんだけ言ってますけど私イスラム教徒じゃありませんからね <laughs> あのどう見てもです、ね、この「座慢」の記事の方があの内容的にはあの論,理論理性から見てしっかりしてるんですね。で 同じ記事に出ていたその世論調査の結果としてです、ね、このギュル大統領の支持率が72.5だって書いてある、エルドアンは53.5って、これ嫌がらせですよね、<laughs> あんたもう人気ないよと、ギュル大統領の方が人気あるよと、でしかも49.9%が、ね、政権は権威主義的傾向にあると答えた、これ、ザ・マンが直接やったあの世論調査じゃありません、世論調査会社のメトロポールっていうところがやった結果を載せているんです。で 焦点として今申し上げたこと、この,あの世論調査会社のデータを、えー、真剣に政権側が受け止めるかどうか、それともやはり取り巻き連中だけを徴用してです、ね、エルドアンが相変わらず強硬な路線を突っ走るのかどうか、もし突っ走った場合、AKP の中には、えー、亀裂が走ります。しかしながら、現状、受け皿が他にはございません。 で2番目に書きましたように、世俗主義派の問題じゃないんです、世俗主義派なんてだん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 減ってきてますし、あのやっぱり元のトルコを懐かしんでる人たちは、この方がっていう思うんですが、やはり数的に言って、あの世俗主義、西洋主義の西洋化イコール近代化と言っていたような層は、かなり減ってきているというふうにあの理解しなければなりません。お話は以上なんですが、ちょっとついでですから、私が自分で撮ってきた写真を。 これがが、えーね、タクシム広場をっっているんでですす左手の緑がその問題となった下地公園でございますでこれは NHK が現地で中継をしていたビルの上から撮ってるんですがちなみにです、ね、あの真ん中、右上のところに高級ホテルがございますがここには外国メディアの記者たちがずっといたはずです。ということはです、ね、このホテルも全く狙われていないんです騒動で被害を受けていないんですね。 被害を受けたのは市バスの方です。で、これがですね、もうちょっと別の角度から、えー、と正面、えー、右手下の方に車両が並んでおりますのはこれが警察車両でございます。普段からここにはいるんですが、あの放水車ですねあの、並んでおります。で、えー、正面上のところに教会が見えますが、その手前から右手の方にかけて、有名なショッピングストリートのイスティクラール大通りになります。 あの昼間はこのようなな状況なんですでこれがその九段の下地公演でございましてあ一つちょっと言っちゃいましたね、えー、お前の力じゃ俺たちは潰せないタイプタイプというのはエルドアン首相のレジェプタイプエルドアンですからねと威勢のいい <laughs> スローガンなんですがその下に書いてある SYKP というこれもなんだかよくわからない。 でこれがそのテント村でございますどう見たってねこの,このテント旅行用だよね。でおのおのですねそこにそのいろんな旗が上がっておるんでございますがこれも今一掃されてしまいましたが、えー、これがすごいんですね。左上に乗っかってんのはこれは PKK の首領アブドゥルラ・オジャランの写真なんですよ。でえー、とですね 下の左側に組織名が書いてあるんですが愛国革命家若者運動って書いてある <laughs> これどっから出てきたんだろうと思ったんですがどっから出てきたかは分かりませんがこの種のものが多々あったとでおそらく外国メディアを取材している人はあの分かりませんからこれがあの言葉読めない人が多いんであのかなり そこのところで報道が乱れていいると思いますでこれ最後にご紹介しますがこれが「木を切らないでの人のテント」です。<laughs> これ1個しかありませんでした。<laughs> タクシムゲジパルクコルマウェ・ギュゼンレ・シテルメ・デルネイと書いてありますがタクシムのこのゲジ公園を守ってきれいにする教会と書かれているわけであの女性の方がポツンと <laughs>。 一人でバーンをしていた、こういうものでございます。えー、多分あのご質問等があろうかと思いますので、私の話はあのこれで終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、えー、現地のあの、えー、皮膚感覚も含めて、えー、面白い話だったと思うんですが、えー、一つあの私なんか感じるのはあのー、ちょうど えー、10年前、一、えー、人当たり GDP3500 ドルぐらいから今1万、万今年1万1000ドルぐらいになる、えー、その間、高度成長が続いて、えー、それから非常に選挙に強い政党で、サイレントマジョリティーは AKP 以外に票を入れない、つまり、えー、政権交代の可能性は極めて乏しいと、でその中で高度成長が続いて、一、えー、人当たり GDP が1万ドルを超え、えー、オリンピックを開く開かないもうこれは要するに1960年代の日本。 に極めて似たような状況で、その中で、えー、マルクス主義をまあ一応運動の中、えー、お題目で走ってる人だいたい英史のボンボンっていうまあこれも、ね、これも非常に60年代のに私共通性を感じるんですけれども、<laughs> その<な>そのそ,その辺りのアナジはどうですかね <laughs>。そんな危ないこと<笑><笑>え。え、い似てますよ。うん、似てます。それからあの。 あの脇さんいろんなところで言っておられてましたけどやっぱりこの中東トルコの場合も、まあ、若年人口が非常に多いんでしょ。ええ、で若年人口が多いっていうことはですねやっぱり格差のためにあの下がっちゃう人がいるわけですよね。ええはい、で私もねそういう人の姿を実は探してみたんですその公園の中にね。うんうん、それはあの大学等に行かないでもう本当に中学小学校6に行かないで働いてる人と現実にまだいるんでそういう人たちの姿があるならばこの。 騒乱というのはねやっぱりその格差に対して抵抗するなり何なりというものとして評価できたんですが全くいなかったということですかなり回ってみましたけど全くいなかったでいるのはこのボンボンばっかり、うん、となるとですねじゃあその格差にあえいでる人たちはどうしてる彼らがサイレントマジョリティで AKP を支持してるんですつまり、まあ、彼ら自身はまだ若いですから AKP が出る前は まだ子供だったんですが彼らの親たちはですね世俗政党や中道右派政党の時代をずっと生きてきたでその間いや確かに政府はヨーロッパには受けのいいことを言いますよねしかし全く格差は縮まなかったで実際自分たちの生活というのも展望がなかった。 だから良くも悪くもです、ね、イスラム政党だけが貧困層にその展望を見せたんですちょっと深読みしますとねさっきその財閥をターゲットに狙うんじゃないかと言ってるのはもう一つあの意味があってもしそういう構図になった場合このイスラム政党である AKP はね市場原理主義的なその格差問題と戦う政党だってことになっちゃうんですよ、うん、それって次の選挙では恐ろしくアピーリングなポイントになりますよね。 だそのあたりまでおそらくあのブレインたちは狙ってるんじゃないかと思います、うん、ついでにです、ね、あのエルドアン首相って切れやすいんであのでエルドアンさんに向かって何か誰かが言ってそれに対して受け答えしてるときというのは非常に不用意なことを言いやすいあの強い言葉を言いやすいんですが用意してある場合には極めて優れたブレインがスピーチライティングをしています、うん、あのスピーチライターのうちの一人はイブラヒム・カルンという人物でイスラム学者ハディース学者なんですが 5には英語も非常にきれいであの何でしろ本人が日本あのイスラムの勉強をし始めたのは井筒俊彦先生の論文が非常に感銘を受けたからだと言ってました、うん、ところがこの人のインタビューを CNN がですね途中でブチッと切っちゃったんですこの最中に。うん、<laughs> でですねいや非常にシャープに CNN 側の報道姿勢を批判したんで切られてしまって「あもう終わりです」とか言われてねあその後もう激怒してましたから、まあ、その辺とうまく処理すれば。 でそういうことも含めてです、ね、実は得点に結びつけるだけの力があるんですね。こ、うん、れはちょっと日うのはもう一点ですけどまあもうあの3戦を超える打戦はないわけでね党の疑惑から言ってもそうなんで、えー、ただし今の,その政権のおいろんな政策目標っていうのは、まあ一昨年の政府考慮演説が典型ですけれども全て、えー、例えばその経済規模で世界のトップ10に入ることを含めて 全てターゲットイヤーはその近代トルコ100年である2023年になっていると、これはだからまあそのエルドアン本人としては2023年にまでそのまあ権力を保持したいというふうな意欲、それで実際にじゃあ、いろんな今出てきたようなえ強い大統領になる道もなかなか容易ではないと。 でただし政党からいくと AKP 以外にしばらく受けざるはないだろうないで,、ね、でそうするとあの来年以降の,、ね、そのまあ首相は誰がやるのかっていうことですけどえ難しいですね先ほど申しましたように現状一番待望論があるのはギュル大統領が首相に戻るというケースですでその場合だと今度エルドアン首相を大統領にしなきゃならないんですが うんまあ、それが一つのシナリオで若手にですね AKP はなかなか優秀なのが何人かいますエゲメンバーあの副首相ですとか EU 交渉ずっとやってきた若手の政治家たちかなりあの優秀な人たちがいるんですがそこにつなぐにはまずまだねその民衆への浸透度というか人気が今一つなんですよであの若手の政治家の場合にはトルコの名門の国立大学を首席で卒業したというかなりエリートなんで もう少しあの泥臭い仕事をしてこないとダメなんですね。でエルドアン首相これだけ非難されてもですねあの支持が強いもう一つの理由は彼自身が庶民層の出身だからですあの彼の出身地というのはイスタンブルー市の中のカスンパシャというあの地区ですが非常に庶民的な地区で断るごとにですねあの政あの野党のえ今日は人民党側はですねあいつはカスンパシャの生まれだからこんなことを言うんだというようなことを 言ってしまうんですこれはのあの世俗派の知識人もよく使いますこれをしかしね私何回もそれね注意したんですけどそういうことを言いなさんだと日本で特定の地球の出身だからお前は柄が悪いなどということを言えないですこれは言っちゃいけないことですしかしそれを公然ということによってしかエルドアン首相の人格攻撃をできない状態だとするともう野党は明脈が尽きていると言わざるを得ない。 でとなると、今、脇さん言われたように、オルタナティブないんです。あのちなみに第1党の野党は、その共和人民党という世俗主義かつ、えー、ナショナリストの政党、で、エリート政党、都市部のエリート政党です。第2党は、えー、民族主義者共同党といって、これは極右の方の政党ですから、どっち転んでもろくなことにはならないわけで、で中道右派がないんですね。で、中道右派はね、なんでなくなったか、90年代までずっと中道右派なんですけど、彼らはあまりにね、不正。 汚職の問題で先ほどちょっと言いましたけどマフィアとの癒着こういった問題が次から次へと出てしまったことによってあの一般の商工業者が特にそうなんですが彼らに政治資金を寄付することを嫌になっちゃったんですねでここが AKP の非常にうまいところで中道右派の政党に資金を提供しても賄賂にしかならないこれは明らかにところがうちに資金を提供すれば記者になりますよとやったんですね つまり、賄賂がいいか、それともあんたたち、天国に一歩近づくのがいいか、どっちですかってやったときに、だん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 、その商工業者はです、ね、天国に近づく道を選んだんです、ここね、なめちゃいけないんです、どんなに行動が世俗化している、つまり、博打やったり酒飲んだりするイスラム教徒ならいくらでもいますし、トルコ人もいますが、死んだ後来世があることだけは100%信じてるんですよ。 信じてるんですだからその来世のために今こっちで貧しい人のために、えー、記者しませんかとそれは前の中道右派の時だったらこれはねあんたに見返りに何かしてやるからっていうその賄賂になっていたものを全くそうじゃないんですその貧しい人のための家を作る資金にしませんかって言った時に中小の実業家はそっちになびいたんですこれ奇跡に近いですけどねこれはイスラム社会じゃないと起きないことなんですけど。はい それからあの、まあ、いわゆるイスラム化とその、まあ、民主化なんですけれども例えばその大学の校内で女子学生がスカーフをかぶるのは禁じられていたそれはしかしこれは個人の意思の問題だからそれを解禁するのは個人の内面の問題自由を増すことだから、まあ、民主化のとしてまあ あのポジティブに受け止められた部分があるんだけどもあまあ今回、しょっぱらの段階でその缶ビール飲んでる兄ちゃんたちがまああのテレビ局の画面に向かって酒飲む飲まないもう法律で縛るのはこれは内面の問題への政治の干渉だとこう言ったんだけどその点はどうなんですか、はい、そういう間違いですそれはあのあのその兄ちゃんたちはそう言いたい気持ちはよくわかるんですが先ほど申しましたようにあの酒が禁止されたわけじゃないんですね。 でもし酒禁止にするとなったら、これは憲法の世俗主義原理に反しますので、これはそれこそ AKP、また、えー、憲法裁判所に訴えられるでしょう、あの憲法違反であると、だからエルドアン首相もです、ね、その前に申し上げた98年,年に解散させられた副首相時代からのメンバーで、つまり軍や世俗派の知識人や憲法裁判所とずっと戦ってた人物なんです。 でその経験をもとに今の10年を運営してきてますので、あの酒は締めはしちょっと規制はあの厳しくしますが、飲みたきゃ飲みはいいというのは現状での与党側の態度で、これを禁止することはできません、でしかもです、ね、エルドアン、実は非常に懸命にも、酒の規制をする前に、タバコをやったんです。ね 今、禁煙に関しては、つまり禁煙を言ったって誰も文句言わないですよね、WHO が言ってんだから、まず何やったかっていうと、日本より厳しいんですよ、閉じられた空間の中は自家用車であれ全面禁煙です。要するに自分の車だからいいだろうっていうの、今度は新たに自分の車も禁止になりました。それからレストランなどはあの閉じた空間は全くだめですから、日本の方がずっと緩いんです。つまりこれ、ここの部分はね、e、EU に合わせてるんですよ。ところがね、 それやるっていうことは、誰が酒飲,ん酒,あの酒飲む人って、タバコ吸う人多いから、居酒屋撲滅なんです、これは。だけど、先に酒から規制するとは言わずに、タバコから入って、まずダメージを与えてで、次にアルコールの販売規制に乗り出しています。しかしですよ、まだ競馬やってますからね、あの国は。宝くじもございます。これも本来、イスラム的に言えば、賭け事は禁じられてるはずなんで、これもまだ残しているんです。 だからいっぺんにそんなものを禁止しようなどとはそんなことするほど馬鹿じゃありませんのでやりませんからそもそもイスラムの命も言わないですアルコール規制の時に子どもたちが酒飲んで夜騒いでそんなことでいいんですかお母さんって言ってです、ね、あのはうまいもんですただですね、あのエルドアンが嫌われるもう一つ別の理由って例えば、ね、子ども3人作れっていうのがあるんですよ。 これからもじゃんじゃん作れるとそういう個人的なことにあんたは口出しなさんなというのは <laughs> 世俗派だろうがやっぱりイスラム保守派だろうが同じなんですねそういうことは口にすることじゃないよあんたということがありますのであの世俗派の方はいや弱すぎるんですよね市長が昨日も、ね、あの野党の今日は自民党の党首がメルケルに手紙書いてるんですよドイツの市長に。っていうのはドイツが あのトルコとの EU 交渉,あの、e、交渉反対したんですね、ドイツはでオランダが危険あとの25カ国は賛成に回ったドイツが単独で今、反対して止,、ま、止めてるでメルケルに対して何言ってるかっていうとあんたが支援してくれないとトルコの民主主義はダメになっちゃうよって言ってるんで <laughs> 情けないっ言ったらあれですよねその自分の国の民主主義を論じるんだったらな,なんであんたねトルコに冷たく当たってるメルケルに頭下げるかなとでこういうことはイスラム派であれ世俗派であれ 情けないなという印象を与えてしまって、結局野党の支持を減らしてしまう、つまり野党側はかなりこの間、オーウンゴールで支持を失ってきている、PKK との和解にも野党は反対ですから、あもう一つ、非常に興味深い野党の失点を <laughs> 申し上げますと、エルドアン首相はシリアのアサド政権に対して極めて厳しいです。 おそらく各国が軍事介入する場合には、ロジーを提供するのはトルコになります。しかし、それが嫌いだからといって、野党の党首はですね、アサドに使節団を送っちゃったんです、これは世界の空気が読めないにも程があると、ただし、野党の現在の党首は、アレビー派という、シリアでいうアラウィー派、つまりアサドの家の宗教と同じ系統の宗師の,の人なので、その親近感があったのではないかとされていますけれども、もしそうだとしたら、あまりに国際政治が読めていない。 とということでそういうことをすることでもやっぱりポピュラリティが下がってしまう、でその間、与党側はまあエルドアンの性格は嫌われているものの、ここで他の受け皿を探すに状況にないまだ若干、時間残ってますので、えー、質問がございましたら、はい、どうぞ。 読売新聞の森とと申ししまます。今日はどううもありがとうございました。あの憲法についてお伺いしたいんですけれどもあの現行の憲法は1980年の軍事クーデター後に軍が主導して82年に制定されたと承知していますあのそこには先生が先ほどご紹介されたように世俗的国家だという規定があり、まあ、これはあの先ほど先生から30年代からある規定だということなんですけれども あのこういう、AKP はこういうことはやれないんでしょうか、これはあの軍が主導して作った憲法だと、新しい憲法を作ろうじゃないかと、そういう形で、あの接続国家の規定自体を変える、そういった根本的な憲法、まあ、改正じゃないですね、新しい憲法作り、そういったことを彼らは考えているのかどうかということをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。はい あの考えていると思いますあの現状で,です、ね、憲法改正については、改正に関するレファランダムはすでに2010年に行われていて、圧倒的な多数であの認められています。 他方、ですね各憲法の条項をどう変えるかについての議論が進んでいないんですね。で、今、ご指摘の通りで、えー、与党側が言っているのは、あの軍の憲法とは言いませんが、軍政下で1982年に制定された憲法に対して、我々が作るのは市民の憲法と言っています。シビル・アナヤサという言い方をして、シビルはシビリアンのシビルですから、アナヤサが憲法ですね。ですから、市民の憲法を作り直すと言っています。 一回チャラにしちゃうということととができるかというとこれは難しいんですよね。ですから、各条項をいじくると、あの今の安倍さんがやっている、こそな96条を変えるというのと同じで、まずそっちから変えるというような話から持ってこようとするのもあるんですが、しかし、やっぱり本質的な議論もしなきゃいけないといったまま、実は止まっています。あの与党側も野党側も憲法学者を入れてです、ね、あの議論をしていて、例えば今の,あの世俗的な国家であるの部分は、 あのそこにずらずらって並んでる言葉の一つにですね社会的な国家っていう言葉があるんですソシャルっていうのが入ソーシャルっていうのが入ってるんですがそれなんか意味が分かんないんですね社会的国家ってどういう意味だと。で、えー、憲法の条項にしてはややその文言がの詰めが甘かったところがございまして例えば えー、法治国家は分かるんです、それからライクな国家も分かるんですが、社会的国家というような言葉が入っているために、その条項自体があまり厳密なものではない、だから作り変える必要があるんだというようなことを、あのオズブドンというあの与党側の憲法学者は言っておりますすすはいいじゃああさんあありがとうございま NHK の村ですあので先ほどのです、ね、あのビッグゲーム と現地からの報道いろいろ背後には野党がいるだとかそれからテロリストだとかあの軍だとかいろいろ言われているそれから民族主義者いろいろ言われているんですけれどもあの先生の見立てとして、はい、え果たしてどんなところかと <laughs>、はい、というのはです、ね、あとイスタンブールの場合だとあ,の、まあ、ある程度分かるんですがこれがアンカラ あるるいはイズミールとか他までで広がってるわけですよね、はい、そうすると、そういうところとの,この共通点というのがこのデモであるのかというところ、はい、それも含めて果たしてビッグゲームとは何か、はい、先生のお考えをお願いしますあの世俗主義勢力との戦いとかですねもあの世俗主義野党の今日は自民党との戦いをビッグゲームと呼ばないと思うんですかね。 つまりもう3回の選挙で毎回勝ってるわけですから相手は毎回負けてる相手であの支持率大してないわけでそうだとすると私の見立てはその今回は一部の財閥ではないかというふうに見ていますビッグとわざわざ名乗っているのはつまりあの公園の兄ちゃんでも左翼でもビッグなゲームというはずがないのでその点からつまりあのややおかしいんですねその財閥を直接的に攻撃する内容というのはいまだ政府が明らかにはしていません。 ただし、例えば副首相が現地のメディアとの記者会見の席上でその先ほど言いましたディバンホテルという名前は副首相は出していないんですが記者の側がディバンですねと言ったらマーシャルラと,マーシャルラとよく言ったお前という意味ですがそうなんだよという言い方をして小出しにするあたりの政治家の発言の仕方を聞いているとやはりどうもそこにあるのではないか。 といいう,うに思っていますただし、まずは直接暴れた方を捕まえるはずですから、その背後関係の捜査ということになると、時間がかかりますので、で来年度、あの先ほど申しましたように、来年が地方選、再来年が総選挙ですから、再来年が、そこに向けて、そのビッグゲームが何であるかを明らかにしていくんだろうと思います。つまり、えー、軍の残党や、それからあの共和人民党というのは、もう明示的な敵で、しかも敵じゃない。 相手ですので、これを相手にビッグゲームだという案とは思えないえ。それからイスタンブールとアンカラとイズミールでの共通点っていうのは、その世俗派はやっぱりイスラム派を嫌っている。そのレベルの市民的なレベルではそうだと思います。で、ただし、ここであの地域的な差についても、やっぱり注目が必要で、イズミールというのは、あの世俗派の治療に強い牙城となっている地域でございます。あの1度、これもあの発言が。 過ぎたんですがエルドアン首相はイズミールの人たちを無神論者のイズミールと呼んでしまって、ですねあの大変非難を受けた、まあ、その無神論者という意味が、えー、ギリシャ人のという意味にも使うような表現であったために、あのその辺のセンシティブな感覚がないということを批判,批判されました、でアンカラはあの政治のお膝元でございますが、同時に学生が多い町なんですね。 ですから当然のことながら現状の行方に対して批判的な、再イ,イ,イスラム化に批判的な学生さんたちいますから、ド、ま、ン、あ、パチはやるでしょう、ただ、舞台になっている場所というのは、もともと学生さんたちが多いカフェですとか、本屋さんですとかが集まっている通りに今のところ限定されております。 であのそれ以上の広がりを見せていないということは、より学生主体、あのさっき言ったその財閥に雇われた楽器という意味じゃなくてですよあの、普通の学生さんたちがやっぱり政府に不満と言っているレベルだろうと思います、それから労働組合の中心がやっぱりアンカラにございますので、労働組合はそちらに同調するでしょう、でイズミールは非常にもともと AKP の弱いところですので、これは各層が集団的に出てくるはずです。でイスタンブールはじゃあ何かとというと外国メディアに一番薄い 移りやすい場所だという点が、最も注目すべきことです、したがって実態としてはさほど大きくない、別に旅行行くのをやめるほど不安定なところでは全くございませんが、しかしメディアを通じての世界に流したインパクトとしては、これ、は圧倒的にイスタンブルということになりますあ田村さんあのオリンピックのことを伺うと、先生から怒られるので。<laughs> <laughs> でもあの普通の人はみんな「これで東京来るんじゃないか」とか言ってますがそれでそれ言うと怒られるから別な質問をしますすいいでよそれ先生はトルコ語をお出きになるけどそれであ,のあちこち取材して「こんなことしてたらオリンピック来なくなる言ったら大変だね」とかそういうあの声をお聞きになったかどうか。 これならいいですか。いや, <laughs> いやちゃんと答えます。あのまずですねトルコ人オリンピックに関心ないです。はい彼らの関心ってのはワールドカップのサッカーです。まあ圧倒的に国民的なスポーツというのはサッカーですので。 でもこんなこと書かないでくださいよ、私がそんなこと言ったら、トルコ人に怒られちゃうから、あのもちろん、確かにこの騒動が始まってから、ですねあのスポーツ担当省は自分のツイッターの中で、お前ら、お前らって騒いでる人ですよ、あのオリンピックをダメにする気かって,書いて、怒って書いてますから、やっぱりそれは気にしてるんです、気にしてます。ねここで実は欧州議会が エルドアン首相を非難の決議を取っているとであの、市民に謝罪すべきだという決議を取って、これに対してエルドアン首相が激怒しちゃったんですね、でダウトウル外務大臣もこれについては、極めて強い調子で非難しています。ということは、e、EU の方がですが、ね、トルコの現状に対して非常に批判的になってきたということは、当然、IOC のヨーロッパ選出の委員に影響は与えるだろうと思います。 でこの間の報道の仕方が先ほど申しましたように無抵抗な市民対暴力的な警察というあの昔ながらのトルコ像で報道されておりますのでヨーロッパ側ではえしかもちょやややっぱりあのその不穏当だと思うのは政府側がその反応としてです、ね、例えばダウトール外相トルコは二流の民主主義国じゃないとこれはあのただしケリー国務長官に対して言ったんですがあのそういうトーンで あのちょっとあまり練れていない批判あの反応をしている点、これはヨーロッパ側に対してトルコが未成熟だという印象を与えていると思います、私も。なんか東京もイスタンブールもオーウンゴールで相手に、<laughs> <laughs> 相手に得点を与えているような感じですね。<laughs> はいう、はい 新聞の OB の竹内でございます。あのどうも大変面白い話をありがとうございました。あの、それで、えー、先般、安倍首相がまあ,あのトルコを訪問したわけですけれども、あのちょっと改めてお聞きしたいのが、この、はい、トルコのこの地、政学的なポジションですね。それ、特にあの nato の一員であり、それで nato の支配による核兵器もありですね。それで。 えー、しかも,もうイスラエルとは親密であり、はいえー、しかし、この中東の中で非常に、まあえー、と特殊なポジションにあるな、はい、ということは思うんですけれども、はい、その地政学的なポジションと国民のアイデンティティ どういうものなのかということをあ,のあんまり時間ないと思うんですけれども、それであと、とすれば今度、日本外交にとって、トルコってのはどういうポジションなのか、どういう重要性を持つ国として考えていくべきなのかですね、はい、はい、その点す先に簡単の方の後半からお答えしますけれども、先般、安倍総理が訪問して <laughs>、原発売りに行ったというのがメインでね、えー。 どうもあまり関心しませんが、あのトルコ側からするとです、ね、1期目の原発はロシアですので、2期目はあの絶対同じ国に原発を支配されたくないという、これはあのはっきりした意思表示でございまして、えー、もともと日本企業にあの発注したいという意向でした、でまあ、それがで、ですがあれ、半分なんですよね、三菱重工さんとあればですから、半分はフランスが関与しているという形にせよ。まあ あの入ったとということで特に日本に対しては政治的野心がないということとそれから欧米の,あの反トルコ宣伝に追随しないという点でトルコ側の信頼はあります、あのーまあ、それでその日本側も留意すべき点というのはもちろんその首相の動向について批判するのはあの、まあ、特にジャーナリズムですと自由なんですがあのただ、批判のコンテクストなんですね問題は。 先ほど私、してきましたように昔のトルコ像であの野蛮なトル,トルコ人トアキッシュソリューションの目線でいつまでも見ているというのはこれはトルコ側に極めて不快感を与えるつまり自分たち、こんだけ努力して変わったのにどうして見てくれないんだという、まあ、ごく単純なあのそういう思いなんですねでただその、私を含めてちゃんと現地の情勢をバランスを取って見てますからあの日本のこの間出ている記事と見てもあのバランスは取れているんですよ。<laughs> あの一部ど、どこか地方紙がなんか突拍子もないこと書いてましたけど、そ <laughs> れはほとんどあの少ないケースで、あの大体はあのちゃんと報道されていますし、まあ、それでいいと思うんですねですあの、両国の経済関係、政治関係っていうのはです、ね、まあ、確かにトルコ、NATO の一員ではありますけれども、重要な点はイラク戦争に出てないという点です。 でアフガンには出ておりますが、アイサフ軍としてトルコ軍は出ているんですが、いまだに結局、いまだにあのタリバン等の攻撃によって命を失った兵士がいないんです、トルコ軍だけは。だから最近、あのアメリカとかですね他の国の軍隊はトルコ軍のワッペンくれと、撃 <laughs> たれないお守りにしたいらしいんですけれども、でそこら辺のところははっきり言ってやっぱりパキスタンのタリバン運動も含めて、 あの話が回ってるんんだと思うんですトルコ軍は打つなというでトルコとパキスタン、トルコとアフガニスタンというのは極めて親密な関係にあって、これは一種の兄弟仁義みたいなものですから、これは今のイスラム寄りだろうと、もともと的な軍だろうと、どちらも良好な関係を持っている、そのあたりのところやっぱり日本は活用すべきだと思うんですね。 というのは、あの私は今日の話と全く関係ございませんが、アフガニスタンが来年14年末をもって、米軍撤退を完了しなきゃいけない、でこの時に、最後の陥落の日の悪夢になるのはやっぱり避けるべきだと思うんですね。もちろんですから、だからこそアメリカはタリバンのカタールの事務所とコンタクトしようとしていますけれども、それがうまくいかない場合、似たような状況、つまりタリバンは絶対に外国軍がいる間、攻撃を継続しますので、 そうすると最後がああいうその形になるというのは、これはアメリカにとっても悪夢ですし、気をつけなければいけないのは、現状、JICA のアフガンカブル事務所でも70人も80人もスタッフがいるはずです、早いとこ反政府側とちゃんと話を始めないと、日本も非常に危険な状態に、善意でやったはずなのに危険な状況に陥る恐れがある、それを回避するためには、やはりトルコのパイプを使わざるを得ないと思うんです。 まあもちろん直で私,も私でも同志社大学も直でタリバンと対話しましたけれどもそれはできなくはないんですがやはりどういう軍事的な状況にあるかはトルコ側がかなりの情報を持っているはずですトルコ軍もそれからトルコ政府もでこの際、ですね今年安倍総理が行かれた後外相の敵協議は一応するという方向になっているそうですけれども このあたりのところ、いい加減その単にトルコとの2国間の外交ではなくて、中東、それからアフガニパキも含めての地域の安全保障に対して日本がちゃんとコミットする気ならば、ちゃんと情報を取る相手とパートナーとしてトルコを認識すべきですね。で、あの立ち位置なんですけれども、彼ら自身はやっぱり割れていることは割れています、西洋化するんだ、いまだにアスナロ物語のようにです、ね、ヨーロッパになるんだって言ってる人もいますが、減りました。 それから、経済の好調ということが重要でありまして、政治色とは全く関係なく、経済を好調に導いてくれるのであれば、どの政権であっても構わないと思っている人たちがかなりの層を占めているはずでございます。ですから、現状、AKP を支持している、あるいは選挙で AKP に投票する人というのが、別にイスラム主義者だということではございません。で、そこのところは与党側も分かっていて、イスラム主義色をあまり強くは出さない。 でそのままいけばいいんですが、ただやっぱり最大の懸念は、私も批判をしておりますが、エルドアン首相の,あの,あの,あの政権運営の方法がかなり独善的かつ強権的に変わってきている、でこのあたりのところ、ギュル大統領とはだいぶ違うということを今、見せていますので、ギュルさんはあの朝廷型なんですけれども、エルドアンさん、自分で引っ張っていくリーダーシップ型ですから、そのあたりのところで今後10年ですね、さっき岩クさんも言われたけど、2023年。 建国100年をどういう形で迎えられるかということが、トルコ人にとってもそのアイデンティティのそのよりどころをどこに求めていくのかという、かなり不安な状態が続くだろうとは思います、はいえー、今日はあのだいぶ時間もちょしましたけど、えー、内藤先生のいつもの、えー、非常にはぎれのいい熱弁で <laughs>、えー、この1時間40分でトルコ理解が、えー、皆さんの取り組みが随い進んだと思います。 <laughs> <laughs> れはありがとう。